はい、119番消防です。火災ですか、救急ですか。11月9日は119番の日です。消防車や救急車を呼ぶ時の119番はいざという時の心強い番号です。ところが便利な119番もその使い方で問題になることがあります。皆さんの正しい119番通報が迅速・的確な消防・救急活動につながり、大切な命や財産を守ることができます。半田市にある知多広域消防指令センター。知多地域の119番通報はこの知多広域消防指令センターに集まります。ここは東海市、大府市、知多市、常滑市のほか東浦町などの知多中部広域事務組合や知多南部消防組合が共同運用しています。令和5年度の指令センターへの救急通報受信件数は 33,792 件で、そのうち救急要請がおよそ 95% を占めます。東海市からの受信件数は5,652 件で、全体の 16.7% です。近年、緊急性の低い通報や搬送された半数以上が軽症という状況があります。そのため出動件数が多くなり、救急車の現場到着までにかかる時間が長くなることが危惧されています。119番は火事、救急、救助を取り扱っております。中には緊急性のない通報や消防に関係のない通報もありますが、その際は東京消防庁や名古屋消防では回線を切ってしまったり保留にしたりなどで対応をしております。本当に緊急性のある方のために回線を開けておきたいので、ぜひご協力の方をお願いします。皆さんは救急で119番通報した場合、救急車はどの段階で出動の準備をしていると思いますか。 1. 通報を受けて30秒以内。 2. 住所や場所が確認できたとき。 3. 電話を切ったとき。答えは2番の住所や場所が確認できたときです。通話の途中で救急車はすでに出動をしております。通報者の方が住所を言った段階で出動の準備をさせています。それでは119番通報で救急車を要請したとき、指令員が困る例と良い例を紹介します。はじめは困る例です。はい、119番消防です。火災ですか、救急ですか。救急です、早く来てください。わかりました。では救急車が必要な場所、住所教えてください。お父さんが意識がなくて呼吸がなくて、すぐに来てください。わかりました。お父様が呼吸がなくて意識もない状態なんですね。まず最初にあなたがいる場所、住所を教えてください。さっきまで普通に喋って歩いてました。わかりました。まず落ち着いてくださいね。私の話をゆっくり聞いてください。もうとにかく早く来てください。お父さんが大変。わかりました。まずあなたがいる場所を知りたいです。あなたは今どこにいますか。 あ、図書館です。図書館ですね。何市の図書館にいらっしゃいますか。早く来て。わかりました。まず何市にいらっしゃいますか。東海市。東海市の図書館にいらっしゃるんですね。東海市の図書館は2カ所あります。大池公園の近くの図書館ですか。病院に行くなら私も乗っていくんだよね。まずですね、場所、あなたがいる場所を知りたいので、ごめんなさい、僕の話ゆっくり聞いてもらっていいですか。図書館に来てください。図書館ですよね。図書館2カ所あるんです。東海市の図書館です。わかるでしょ。東海市の図書館が2カ所あるんです。大池公園の近くの図書館ですか。知らないです。尾張横須賀駅の図書館ですか。いい加減早く来てください。わかりました。向かわせたいんですけど、図書館2カ所あるのでどちらかに向かわせたいんです。お父さんの意識がなくて呼吸がないんですってば。早く来てください。わかりました。切りますよ。ごめんなさいね、電話切らないでくださいよ。続いては良い例です。はい、119番消防です。火災ですか、救急ですか。救急です、早く来てください。救急車ですね。では救急車の必要な場所、住所教えてください。東海市の図書館の中です。東海市の図書館ですね。はい、東海市の図書館は2つあります。尾張横須賀駅の近くの図書館ですか、大池公園の近くの図書館ですか。どちらの図書館。
大池公園の方です。大池公園の図書館ですね。はい、大池公園の図書館は道路を挟んだ向かい側に西松屋やマックスバリューがあると思うんですが、確認できますか？そうです、そこです。わかりました、場所の確認できました。救急車が必要な方は男性ですか女性ですか？男性です。男性の方、お年はおいくつですか？82歳です。82歳ですね。その方、今呼びかけたり肩を叩いたりすると反応ありますか？反応ないです。反応がないんですね。はい、次に呼吸の確認をします。その方の胸やお腹を見てください。はい、呼吸があれば、規則的に上がったり下がったりを繰り返すはずなんですが、確認できますか？お腹の上下してなさそうです。してなさそうですね。わかりました。その方、今心臓と呼吸止まっている状態が強く疑われます。救急車が到着するまでに必要なことは、指令員が応急処置を口頭でお教えします。傷病者の方も不安で救急車の到着を待っていると思いますので、通報者の方がしっかり声をかけていただいて、救急車到着まで安心できるように心がけてください。はい、最後にあなたのお名前を教えてください。カニエです。カニエさんですね。ではカニエさん、救急車消防車向かってますので、サイレンの音聞こえてきたら誘導をお願いします。はい。良い例では、場所や住所が確認できた段階で地域の消防本部へ出動準備の要請が行われています。ただいま東海消防本所管内入電中。早ければ電話を切った頃には救急車が現場に到着することもあります。指令員は単に通報を受けて指令を出すだけでなく、救急車が到着する間、できる限りのことをして命を助けるよう最善を尽くします。続いては実際の通報をお聞きください。傷病者は70代後半の女性、道で倒れたところを車で通りかかった人が通報した事例です。その方は今呼びかけたり肩を叩いたりすると反応はありますか？はい、お話もできる状態です。はい、転倒されたんですか？はい。わかりました。今どこを怪我されてますか？どこを怪我されてますか？はい、わかりました。今も出血されてますか？今も血は出てますか？わかりました。ティッシュだと患部にくっついてしまうので、タオルとかあればそちらの方がいいんですが。こちらの方は急な出来事にもかかわらず、指令員の問いかけに冷静に対応していただけました。続いてはかかってきた通報が切れてしまったためかけ直した事例です。あ、もしもし、こちら119番消防になります。今こちらの電話から119番かかってきたんですけども、怪我される方とか間違いですか？あ、間違い電話ですね。救急車も消防車も必要ないですかね？はい、わかりました。よかったです。間違えて119番通報した場合は、はっきり間違えたと言ってください。黙って電話を切ってしまうと、指令員は何かあったと思ってその後の対応をしなければならなくなります。はっきり間違いと言っていただくことで、回線を塞ぐことなく次の通報への対応を行うことができます。またサイレンを切ってほしいという要望が昨今見られますが、これはできないことをご理解ください。救急車、消防車は緊急車両ですので、サイレンを止めて走ることはできません。いち早く現場に到着するために、ご理解ご協力をお願いします。私たちは災害の第一線として最善を尽くしております。119番は緊急回線ですので、本当に必要な方が安心して通報できるように、皆様にはご理解とご協力をお願いします。119番は本当に助けが必要な方のための緊急通報番号です。一人でも多くの方が安心して119番通報ができるよう、適正な利用をお願いします。